エギナの聖ネクタリオス。リアサを着用し、黒ブークをかぶっている。エギナの聖ネクタリオスは、聖教会の聖人。日本聖教会で多用される教会スラブ語由来の、転写ではネクタリー。修道院の設立と指導、数多くの著述、信徒の精神的指導、及び数々の奇跡によって知られる。神学者、哲学者、詩人、教育者、 禁欲主義者、神秘主義者などと称されるほどの多彩な面があった。歌詞は、抗議等の祈祷文によるものではないが、全世界の聖教会で愛称される聖歌アグニ・パルセネを作曲してもいる。1846年10月1日、トラキアのシリブリアの貧しい家庭に生まれた。生まれた、際の俗名は、アナスタシオスケファラス。14歳の時、働きつつ、 教育を受けるために、コンスタンディヌーポリに移住。1866年からは、キオス島の学校で教えつつ、そこに7年間住み、30歳で修道士となる。3年後、タスク祭となり、ネクタリオスの名を与えられる。1885年に、アテネ大学を卒業。大学時代から、多くの聖書仲介を含む多くの著述を行う。アレクサンドリアで主催に、 女性され、カイロの教会に奉職。これは名誉ある職文であった。1889年に、軽心のネント説教者としての実力、巻き替え能力が評価され、総主教ソフロニオスにより、ペンタポリス府主教に、女性される。すぐにネクタリオスの人望が高まるが、その聖望を妬んだ聖職者たちによって噂が立てられ、噂を信じて、ネクタリオスの弁明を聞かなかった。 宗主教ソフロニオスにより、弁解の機会も与えられず教会裁判。1891年に、ギリシャに戻り、何年かを説教者として過ごす。1894年に、アテネリザリオース教会学校の校長を任ぜられ、15年間在職しこの間、多くの著作を残す。1904年には何人かの修道所の求めに応じ、エギナ島に、 イタリ生産者女子修道院を設立する。1908年12月に神学校校長の職を、辞し、エギナ島のイタリ生産者女子修道院に位置、修道士として院生する。ここでも著述を行い、精神的指導を求めてくる近隣の人々の委託意を聞いた。1920年11月9日、英民英民後の遺体の傍らで、 重病人が回遊する奇跡が起きたと伝えられている。埋葬式には多くの人がギリシャエジプト全土から訪れた。1961年4月20日に劣勢。生前からネクタリオスを成人と見る人々が多かったが、正式な劣勢はこの日に行われた。ありがとうございます。